静かになったな。やっぱりちょっとしたトラブルというだけだったみたいですね。マイヤーズ司令、ノアさんから通信です。緊急の要件みたいで。はい、メインモニターに出します。タクト、そっちに例の兄弟はいる？いるの？いないの？あ、はい、ちょっと待ってください。あれ、部屋にはいないみたいですね。なんだと？どこに行ったんだ？そう、やっぱりやられたわ。警報？今度は何が起こった？しまった。あ、白き月から急速に離れていく物体があります。これは、え、この反応は？ここ、どうした？落ち着いて報告しろ。タクト、そっちにエンジェル隊は揃ってるわね。早く追って、7番機が奪われたわ。間違いありません。レーダーの故障でなければこの反応は7番機です。一体どういうことなんだ？説明は後、とにかく7番機を取り返して。それならこっちで面倒見ておくから。いいから早く追いかけてってば。了解。わかってるわ、安心しなさい。エンジェル隊、集合したよ。何があったんだい？何ですって？7番機が。それは、クロノブレイクキャノンごと、ということですか？一体誰が？そもそも、私たち以外に紋章機を動かせる人間なんて、そうそういるはずが。申し訳ありません。すべての責任は私にあります。今さら、そんなこと悔やんでいてもしょうがないでしょ。7番機とクロノブレイクキャノンが盗まれたのは、厳然たる事実よ。反省したところで、戻ってくるわけじゃないんだから。はい。それで、7番機を奪った犯人は分かっているんですか？それは、落ち着いて聞いてください。私たちも信じたくはなかったのですが、今7番機に乗っているのはルシアーティさんとバインさんです。なんですって？ルシアーティさんとバインさんが7番機を奪っていったんですか？それだけじゃないわ。さっき白き月が急におかしくなったでしょ。あれもあの二人の仕業よ。ヘルシオールの入港でちょっとバタバタしてたからね。その隙を突かれたわ。あいつらはシステムに侵入して白き月を乗っ取ろうとしたのよ。幸い私とノアとで何とか防ぐことはできましたが、気づくのがあと少し遅れていたらどうなっていたか。白き月を乗っ取るだなんて、そんなことが可能なんですの？可能よ。白き月すら管理下に置けるだけの資格を持っていればね。マイヤーズ司令がお考えの通りです。ライブラリの管理者であればその資格を保有していたとしてもおかしくありません。実際あの女は私たちの目の前で白き月のシステムに干渉したこともあったわけだしね。ルシャーティか。とてもそんな大それた真似ができるような女には見えなかったな。私とシャトヤン、二人がかりですら紙一重だった。ヘデ生まれの私が言うのもなんだけど、
ライブラリーの管理者の力、恐れ入るわね。その後、二人は白き月の制御を諦めて、最深部で封印されていた七番機と黒のブレイクキャノンを持ち去ったのです。多分、当初の目的は白き月の掌握だったんだろうけど、失敗した以上、せめてそれぐらいはってところでしょうね。それが、私たちがお伝えできることの全てです。ですが、なぜエデンの民であるあの二人が。実はエデンの民ではなかったとは考えられないか。それが一番自然だと思うが。それなら私も考えたわ。確かに可能性は高いと思うけど、断言はできないわね。さっきも言ったでしょ、あの女がライブラリの管理者であることは絶対間違いないのよ。そうである以上、あの女はエデンの民以外の何者でもないわ。あ、そっか。ますますわかんなくなってきちゃった。あるいはバルファスクと通じているとも考えられるわね。自分たちを支配している相手にですか？支配されているからこそでしょ。確かに。ああ、おもちゃにするにはちょいとばかり過ぎた代物だからね。マイヤーズ司令、あなたにとっては気がかりなことを抱えている時だと承知してはいますが、それでもお願いできますか？ありがとうございます。彼女たちの行動意図がはっきりしない以上、何があるかわかりません。お気をつけください。頼んだわよタクト。さすがに白き月のスピードじゃ追跡なんかできないし。では皆さん、くれぐれもお気をつけて。私たちがミルフィーに付きっきりになってる時を狙って、何考えてるのよあの二人は。お二人の行方は分かっているのですか？あのタクトさん、知ってるとは。一つだけ。ああ、確かにそこ以外はなさそうだね。エデンか。はい、鉱石をトレースした結果、七番機はエデン方面に向かっているようです。覚悟ですか？紋章機と戦う。その可能性は高いです。その上、私らは今ミルフィーを書いているだろ。確かにミルフィーさんがいない今、私たちの戦力は低下していますね。こんなことは初めてです。ちょっとちょっと、エンジェル隊はミルフィーだけじゃないのよ。こんな時こそ私たちが頑張らないと。ランファ先輩の言う通りです。このまま手をこまねいていてはミルフィー先輩が目を覚ました時に笑われてしまいます。ああ、その通りだ。残った私らが弱気になってちゃいけないね。ですわね。ここは一つ私たちだけで何とかいたしましょう。はい、私も頑張ります。そういうことさ、タクト。私らに依存はない。相手が紋章機だろうが七番機だろうが、相手にとって不足はないわ。オッケー、ミルフィーが起きたらびっくりさせてやるんだから。了解、クロノドライブに入ります。
計算ではあと2回ほどで追いつくと思われます。了解、行くよみんな。はい、フォルテ先輩。いや、俺はここで構わん。それよりお前こそ少し休んでこい。俺たちよりもお前の方がよほど疲れが溜まってるはずだろう。ブリッジのことは私たちに任せてください。マイヤーズ司令は少しでも疲れを。なあタクト、いや、もしかしたら傷ついてるのかと思ってな。お前はあの二人、いや、エデンのために一生懸命だったからな。そうか、引き止めて悪かったな。じゃ、のんびりしてこい。